歌手、前川清七号がメインボーカルを務めた、内山田博士とクール、5のメンバーとして長らく活躍した小林正樹さんが、今月15日午前4時に、老衰のため都内の病院で死去していたことが21日、分かった。81歳、葬儀、告別式は、18日に近親者のみの密葬で営まれたという、小林さんは、歌手、前川清七の生みの親として知られる、前川がまだ20歳ぐらいの頃、長崎県佐世保市のナイトクラブでステージに立っていた時、その歌声に惚れ込みクール、5のメンバーとしてスカウトしたのが小林さんだった。前川は常々、あの時、小林さんと出会ってなかったら、今の自分はない、と語り感謝していた。また近年、病気がちで体調が思わしくなかった小林さんのことを、いつも気にかけていた。昨年デビュー55周年を迎えた前川は、昨年2月に中野サンプラザで記念コンサートを開催した際、小林さんを含めた4人のクール、5のメンバーと、当時のヒット曲を披露した。当日は、3日前に体調不良となった小林さんが、何とか駆けつけ、一緒にステージに立ち、歌唱できたことを何より喜んだ。そして昨年10月には、2人の故郷、佐世保市で開催した55周年コンサートに、小林さんだけを招待した、思い出の地で、恩人と2人で、懐かしさに浸りながら歌声を響かせた、60周年も一緒にステージに立ちたい、と語っていたが、くしくもこれが小林さん最後のステージとなった。前川は、根っからのステージマンなので、痩せてヨロヨロしながらも立派に歌を歌ってくれて会場が大歓声に包まれました。それが最後になってしまいましたが、今も勇姿が目に焼き付いています。と振り返った、密葬に参列し、天国へと見送った前川、これまで芸能界で仕事をしてこられたのは、クール、5のメンバーに加えてくれた小林さんのおかげであり、私にとっての恩人です。とコメント、別れを惜しんだ、ネットの声。55周年の LIVE の舞台裏の映像を見たけど、老いたものの元気そうに見えたんだけどな、体調悪かったんだな、ドリフターズの番組などでユーモアがあっておしゃれな姿を見せてくれていたを思い出します。天国に行ったら内山、田さんがいるから、また歌って演奏してください。ご冥福をお祈りします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。